はい、どうも、時期です。今回ですね、ドラゴンゲートの 11.4 大阪大会試合結果予想ということで、そちらの方をね、やっていこうかなと思いますね。まあ、まず早速、第1試合。ハルク対マリア対奥田、吉岡、美濃浦と。トライブヴァンガード対文字的道場となっておりますね。それでは8分32秒、吉岡がフロッグスプラッシュで、マリアから取るんじゃないかなと思いますね。まあここは吉岡が勝ってくるんじゃないかなと個人的には思います。吉岡ね、何気今調子いいですから、ここでしっかりと取ってくるんじゃないかなと思いますね。はい、続いてが第2試合。これはバトルロワイヤルですね。出場選手が影虎、市川、シャチ、ヤシ、パンチ、富永、問題流、王子、ダイヤ、ジミ、そして、ホーホールンという、この10人の選手で行われるバトルロワイヤルとなっております。すごい賑やかなね、10人なんですが、その中に1人ね、ホーホールンという、ホーホールン、一体どんな選手か。過去に、WWE クルーザー級クラシックトーナメントとかに出場したりしている選手ですね。香港のプロレスラーとなっておりまして、多分ジェイソンと一緒の感じなのかなと思いますね。今回大阪のビッグマッチにバトルロワイヤルでも出場するという感じですね。ここからもしかしたら定期的に参戦してくるっていう可能性も全然あり得てくるということですね。はい、なのでまあすごい注目な選手となっております。ちょっと初めて今回僕見るので、このホーホールン選手に関してはね、ちょっと楽しみですね。まあ誰が勝ち残るか、正直言ってバトルロワイヤルなんで誰が勝ってもおかしくないと思うんですが、まあなんとなくの予想で影虎が勝ってくるんじゃないかなと思いますね。はい、そして続いてが第3試合。特別な対戦カードとなっております。タッグマッチなんですが、ヤマト、KG、望月俊、この4人のタッグマッチなんですよ。なんですが、組み合わせの方は当日抽選で決定するということなので、まだ組み合わせは決まっていないということですね。まあでも豪華4人なんでね、多分誰と誰が組んでも面白い試合にはなると思いますね。で、その中で予想はですね、まあ誰が誰に勝つかっていうぐらいの予想なんですが、まあ12分4秒で KG がインパクトで旬から取るんじゃないかなと思いますね。まあ KG、まあ年内ドリーム行くならここは確実に勝っておきたい一戦ですし、やっぱ旬は不調のままね、勝つことは難しいんじゃないかなと思うので、まあこういう予想になりましたね。はい、そして続いてが第4試合。ウルティモドラゴン、堀口、シーサー、クネス対吉田、ディアマンテ、ヒョウ、カズマ、 RED 対東竜門の構想の一戦ですね。まあ予想では13分44秒、ヒョウがリングアウトで堀口から取ると予想しました。まあ、ヒョウがこれからどんどんね、上に上がっていくとするのであれば、ここも勝ってくるんじゃないかなっていう予想ですね。まあ、なので、おそらくまあ、リングアウトとかになってくるんちゃうかなと思います。はい。ヒョウが RED 配置しっかり見るのは大阪大会が初めてなので、またこれもちょっと楽しみですね。そしてここからが4大タイトルマッチとなっております。第5試合、オープンザブレイブゲート選手権試合。進む対石田。石田がブレイブゲート初挑戦となっておりますね。何気今年ね、石田ツインゲートにも挑戦しましたし、トライアングルゲートにも挑戦している。で、今回ブレイブゲートということで、すごい今年に入ってね、ベルトすごい挑戦しております。と、ついにブレイブゲートに挑戦と。まあ予想では15分19秒進むが無限で石田から取るんじゃないかなと思いますね。まあやっぱりね、この盤石すぎる王者進むに石田は勝てないんじゃないかなと、さすがにね。まあでも前線はしてくれるとは思うんですが、やっぱさすがにここは進むが勝ってくるんじゃないかなと思いますね。まだ石田ではちょっと難しいのかなっていう感じはしますね。はい。そして続いてが第6試合、オープンザトライアングルゲート選手権試合。王者ストロングマシーン軍団対挑戦者ドイキッド、ジェイソン・リーとなっております。こちらは3度目の防衛戦かなぐらいだと思いますね。まあストロングマシーン軍団にとっては、まあもう本当に穴のないマキシマム3人トリオですから、すごい難敵にはなってくるとは思います。なので、ここを勝てるか勝てないかでね、大きく今後ストロングマシーン軍団はね、変わってくるんじゃないかなと思います。まあ、それでは13分52秒、ストロングマシーン J がマシン風車固めで、
リーから取るんじゃないかなと思いますね。まあ、ここは防衛するんじゃないかと、さすがにね。おそらく年末ぐらいまでは、ストロングマシン軍団、無敗のまま行くんじゃないかなと思いますね。もしかしたら今年もずっと無敗でっていうこともあり得るかもしれないんですけど、まあ、ここは負けないんじゃないかなと思いますね。ここのね、難敵3人に勝って、さらに一気にグンとね、上に上がっていけるんじゃないかなと。ストロングマシン軍団がね。そして続いては第7試合、セミファイナル、オープン絶人ゲート、統一タック選手権試合と。エータ清水組対斎藤亮、神田康史。これも RED 対登竜門の構想の一戦となっております。まあ、そうでは20分7秒清水が砲丸投げスラムで神田から取るんじゃないかなと思いますね。まあ、清水チーム、正直なところ、まあこの最良神田相手には落とさないんじゃないかなと思いますね。まあ、清水の反則三昧で、最後は清水が砲丸投げスラムで、まあ、裏切った神田のことを沈めていくんじゃないかなと思いますね。なのでまあこっちはまあ王者組の防衛になってくるんじゃないかなと思います。はい。そして続いてがメインイベント。第8試合。オープンザドリームゲート選手権試合。弁慶対吉野。昨年の大阪大会では、立場が逆でしたね。吉野がチャンピオンで弁慶が挑戦者という感じやったんですが、1年経って立場は逆転。弁慶が王者で吉野が挑戦者。まあ、弁慶はね、前回のドリーム戦で、望月、に、まあ、勝って、まあ、リベンジ達成したんで、まあ、もう一人達成しなきゃいけない相手、吉野正人に、リベンジできるかどうかっていう感じですよね。まあ、そうでは23分41秒、弁慶が弁慶ボムで吉野から取るんじゃないかなと思いますね。まあ、ここはさすがにね、勝たなきゃいけない気がしますね。やっぱ弁慶はね。現世代との戦いですから、まあ、ヤマトの時もそうですけど、吉野の時も負けれないんじゃないかなと。思います。やっぱりね。まあ、リベンジっていうのも絡んできますからね。2連敗というわけにもいかないと思います、弁慶は。で、そうなった場合ですね。タイトル戦で全て王者組が勝つんじゃないかと予想して、まあ、もう一個言うなら、マキシマムがね、全メンバーがね、全てのタイトルに挑戦、3つのタイトルに挑戦してるんですが、そこもま、全敗になってくるんじゃないかなと思います。まあ、でもそうなった場合、本当にマキシマム的にね、タイトルマッチ全て負けたら、こう3連敗っていうのもね、ユニット的にものすごい失速してしまうかもしれないんですが、まあ、ここは、今回は、タイトルマッチ全て王者組の防衛になるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで大阪大会はすごい豪華な対戦カードがいっぱいあるんでね、いよいよ明日なので、すごい楽しみやなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。あとリクエストコメントとか、他にもこちらの大阪大会に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで今回はこれになります。